言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室、全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなど、リピーターには大人気です。今日はね、珍しくいつもはね、ZIP さんね、室内から行くんですけど、外をやってまいりましたね。今日ね、実はね、今まで俺待たされてね、満室でした。すいません、満室。よし、それではちょっと行ってみましょうか。駐車場の方をね、ちょっとこう歩きながら紹介しながら、ここはね、駐車場がいろいろ豊富で、例えば軽専門の駐ね、そうですね、軽のところに止めてもらうとちょっとサービスがあるんですね。そうです、真後ろの看板見ていただけますか。ここもまさにその軽を止めていただける。軽自動車を止めた方はペアサービス、ペアドリンクをサービスしてるんで、小さい車こう止めてくれたら。そうですね、それだけのことで。はい、まあよくある大型車が、まあ大型車に止めれないとか、そういう軽の車が大型車のとこ止めてしまってっていう、そういうまあ渋滞を防ぐためというか。そしてね、こう1階があって、そうですね、1階からまあ4階までが駐車場になってて、はい、それがスロープタイプで登っていっていただけるって形ですね、はい、なので4階まで、で4階はロビーのフロントの階なので直通でフロントに行けますよ。逆に下に止めるより4階に止めた方が楽だよね。そうですね、そうですね、フロントには近くなりますね。この右側にも K の各階にありますんで、ペアスペースね。役者さん結構壁にこういろんな絵がですね、はい、こう飾られててまして、そういうのもやっぱこだわりなんですか。まあ、そうですね、うちのホテルのなんかこうコンセプトに、部屋のコンセプトにこう応じた。中行きましょうか。はい、左が入り口ですね。入り口ですね、はい。なんか涼しいな、これな。外暑いからな、それこれが入り口から来てね。これがね、ゆかちゃんは知らないと思うんですけどね、これこだわりなんですよ、ZIP さんのね。そうですね、こういう、こういうコーディネートなんですよ。そうですね、毎月によって、そうですね、季節によって変わる感じですね。もうすぐ秋なので、もうすぐ秋仕様に、ハロウィンとかですね、クリスマスとか。ハロウィン、こういうこだわりのあるね、フロントがあってからのこちらのね、モニターで、お部屋を選ぶ、ね、はい。でこれ光ってる部屋が空いてるんですね。そうですね、はい。吉井さん、実はですね、はい、ちょっと最近、はい、新しく変わったものがありまして、はい、タッチパネルが、はい、最新の新しいタッチパネルに変わったんですよ。今の部屋を選べばいい。そうです、空いてる部屋選んでいただけますか。でメンバーズカード欲しい方はお帰りの際にフロントで行ってもらえるんだ。無料でももらえます。無料でもらえるんだ、はい、メンバーズカードはね、いつでもね。吉井さん、今までは部屋タッチパネル選ぶとこういう黄色いルームカードが出てきたと思うんですけど、ちょっと進んで押していっていただくと。確認、はい、休憩にしようか。はい、よし。そうそうですね、右から。あれ、レシート、はい、いい、取って。ええ、ルームカードがもうこれになったの。変わりまして、はい、ルームレシートになりますね。これで携帯でやるの。そうです。でそれをお帰りの際に精算機のとこ持ってきていただくと、そこに QR コードがついてるんですけど、はい、精算機がQR コードの読み取り決済になりましたんで、うん、それを読み取っていただくと料金が出るっていう。ルームカードが不要になりましたんで。そうね、今ちょっとロケやってたら受付にお客さん見えたんでちょっと来ましたけ、ね、どこれ待合室です。はい、ここで部屋混んでるというか、これ待機ですね。そうですね、まあ例えばお部屋のご用意中とか、まあ、ここで待ってる。そうですね、女性の方がおめかししたりとか。あ、なるほど。結構そうですね、そういう時に、はい、でもう全部個室で10個あります、10室ありますんで。質問してもいいかな。
はい、はい、いいですか。はい、どうぞ。こうダメです。はい、はい、中ぐらいかな。あ、そうっすね。中ぐらい。中セーフ。待合室は正しく使いましょうという、ね、コーナーでした、はい、ね、ジップさんの待合室は正しく使いましょう、はい、それでは今週の合言葉いってみましょう、はい、今週の合言葉はどうしましょう。今週の合言葉は、はい、駐車場お散歩、はい、でお願いします。わかりました。今週の合言葉は駐車場お散歩ということでね。あ、この薬師さん、はい、中はカタカナでお願いします。わからないですけど、合言葉は、それ難しくねえか。テロップで出すときは駐車場の中はカタカナでやかました。